今日雨で行きましょうか。雨の正しい茨城弁聞いていきましょう。どうぞ。なんだこれ、英語のリスニングか。雨。いや変わんない。これ何？雨。変わんないですよね。なんかちょっとトーン下がりましたけど、あれは気持ち？なんか気持ち下がってましたよね。ちょっともう一回見ません？わからなすぎた。なんかリスニングの授業みたい。はい。雨。の順語ね。次茨城弁。雨。は？え？雨。雨。え？え？変わってました？雨。雨。雨。わかんない。そんなに変わってないかもしれないですね。変わりそうなの言ってみますか。た。そうだな。暖かい行きましょう。はい、暖かい聞きたいです。なんかもうシュピシュ。暖かい標準語。ぬぐぐ。かわいい。ぬぐぐだって。ぬぐぐって、ぬぐぐしてねんだどんのぬぐぐか。リピートアフターサヤーですよ。かわいい。もう一回行きたい。ぬぐぐ見たい。もうちょっと真面目な顔でぬぐぐって言ってるのかわいいですね。暖かい。うん。ぬぐぐ。なーに。ぬぐぐ。かわいい。ぬぐぐ。はい。ぬぐぐって使いましょうね。使いましょう今日は。というわけで、あともう一個ぐらい行きたいな。そうですね、冷たいはまた別の言葉になるのかな。ぐぬぬとか。ぐぬぬ。はい。なんだこのいつも入りが。冷たい。百恋ね。百恋ってでも東北でも言うかもしれないですね。竜巻気になりますね。竜巻、さっき雷雷様だったから、なんか大きく変わるかしら。竜巻。竜巻。え？竜巻。だってすごい大きい声出しちゃった。大丈夫？皆さん、ごめんなさい。びっくりした方。なんかあったよ。なんか竜巻みたいな。竜巻みたいな感じだった。本当に？そう、なんかちょっと鼻声になっちゃったみたいな感じでしたけど。もう一回だけ聞きたい。もう一回春巻き。心してみよう。竜巻みたいな濁点がつく感じでいいのかな。でもなんかもうタンスラ竜巻みたいな感じで濁音っぽい感じがしますね。面白い。不思議ですね。竜巻。はい、茨城は濁る感じなんですね、やっぱり。あまり口を開かないで喋る感じ。なるほど。もっともっと、だからさやさんよりももっともっとね、こうなまった感じとかもあるのかもしれない。台風も見たいです。台風。山形も同じ。たずまぎ、面白い。台風だから大風みたいなことなのかな。台風。うん。台風。ね？台風。かわいい。ちょっと待って。想像して
ったやつと違ったんですけど、かわいい台風みたいな、台風かわいい、最後終わってく感じね、なんかふんって言ってますよね、台風台風かわいい、短かったですね、ね、かわいい、台風かの言い方、そういう感じなんだ、一緒っていう方もいらっしゃる、台風台風ですけど、台風ね、ちょっと全然想像してた感じと違いました、あらららららら なんかそう気に入ってますね、やっぱり方言なんか面白いし、やっぱりこう方言で喋る女の子可愛いみたいな言うじゃないですか、方言女子みたいな、可愛い可愛いねこれ、うん、なんかねえ唐突に言われちゃったら、えって言いながら可愛いってなっちゃいそう、うん、えといいも逆になりがち、へえ、面白い、茨城語英語だったんだ、いやまあだからいろいろ違うんだな、あ寒い地方は単語が短くなってね、あとそっか口もあまり開かないとかね、そういうのがあるのか、面白かったです、いろいろねあります、全部で9本あるみたいなので何個かねもう見たんですけど、まだ見られそう、あと1個だけ、じゃあオーソドックスに天気、天気はだってもう天気が言いようがないって思っちゃうんですけどね、はい天気見ていきます、天気、うん、天気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 本当にな、て、で、でもない感じ、なんかでとねの間みたいな、年季、あだから11月13日日曜日の全国の天気図ダイエットってことになるのかな、若干全部ちょっとずつこう鼻にかかっている、なんかこう鼻にかかってるっていうか鼻声っていうか、ちょっとこうもごっともごっとしてる感じなのかな、檜山キャスターの茨城弁講座7 暖かいだそうです、さあでは見ていきましょう、こちらです、暖かい暖かい、ぬぐぐぬぐぐぬぐぐでこの動画ちょっと面白いちょっとシュールじゃないなんだろう、BGM というか音楽がねまたなんかシュールな感じしませんあ、テストでこんなのあった、資料映像ちょっと面白いですよねいや面白い、ぬぐぐということで、暖かいはぬぐぐ、次見ていきましょう、こっち、はい8、冷たい、どうぞ、来たリスニングテストみたい冷たい冷たい、百恋百恋百恋やっぱなんかリスニングテストみたいな感じがする百恋、茨城弁見てみたいです、台風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 引っ込むんですね、こう最後の音がってなりますね、また回聞きたい、うん、台風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 
台風難しい。いや難しい。台風ちょっとなんかすぼむ感じですね。英語みたい。英語みたいです。アメリカ英語ってこうなんて言うんだ、こう引っ込む感じってあるじゃないですか。難しい。なんかこう別の言語を学んでいるような気持ちになりました。もう一つ、もう一つはぬぐぐが多分あったかいだから冷たい。はい、聞いてみたいです。お願いします。冷たい、冷たい。百恋、百恋。びっくりした思ってたんと違うイントネーションかと思いました。百恋、百恋なんだ。でも可愛いですねいやなんか関西弁やったらどうかなと思って考えてたら百から聞こえてくると思わなくてでも可愛いですね。百恋、いやいいな。関西弁やったら多分冷たい、多分上下のイントネーションなんです。百恋。あ、最後にいいんですか、聞いちゃっていいんですか気になっておりました檜山キャスターの茨城弁講座。他にもねたくさんワードがいくつか候補があったんですけれども、竜巻も聞けるということで最後に見てみましょう。お願いします竜巻、竜巻、竜巻、竜巻。鼻をつばんでる感じですね。ね、竜巻。あ、怒られてしまう。あまりうまくできませんでした。竜巻。ぎかな、竜巻。きかな。竜巻。やっぱりこうイントネーションが平坦なんですね。竜巻、うん、ちょっと練習します。真剣に学ぼうとして本当ですよ。いやー、さまざま茨城弁こういった単語で、ね、特徴があるっていうのはなかなかワード難しかったとは思うんですけれども、いやー、茨城を感じてみた。最後にも、いや、茨城弁講座学べて嬉しかったです。いやー、いいですねいや怒られちゃう。雷行きますか。雷、ライ様行きますか。雷行きましょう。どうぞ。雷、雷、雷。ライ様、ライ様、ライ様、ライ様。いい動画ですねこういう番組ありそうですね。他のも見ましょう。見たことないやつないですか。皆さんまだ再生してないやつあります。ライ様が一番。ライ様じゃないんですね。ライ様なんですね。栃木とかそっちの方もライ様って言いません。なんか他の人からも聞いたことある気がする。語尾が下がるのが重要。何が他の個性出るのかな。台風、台風見ましょう。台風、台風見ましょう。台風、台風、台風、台風。ん？台風、台風、台風、台風。台風が変わることあるんですね。台風、台風。台風でもないですもんね。台風。キュッてしてるね最後。全部見たいですね。雨は雨、普通の雨。雨は変わりようないでしょう。雨になるんじゃない？雨、雨。
雨。雨。声の違いじゃない？本当？今違った？なんか違った？アンメになるの？これ上級編だね。あー、これ上級編だ。これリスニングも難しい。普通に雨じゃん、んが入るのがアンメみたいな感じなのかな。分かりやすいのと難しいのがあるね。まとめってなんだろう。一気にわーって長いですか。まとめて。まとめますか。まとめましょう。蓮華、雨、雷様、雷様、曇り、曇り、竜巻、台風、台風、ぬぐぐ、ぬぐぐ、百恋。知らんの出てきた。ぬぐぐ。なんかあれじゃないですか、声変わる だけみたいなやつないですか。難しい。なんか曇りが曇りみたいな、なんか声が変わるだけのやつなかった。VTR スタート。あ、このまま。あ、このまま、はい、わかりました。竜巻。濁点が入るんですね。普通が竜巻、茨城弁が竜巻。あー、なんとなく分かったかもしれない。竜巻、あー、いいですね。ちょっと濁る感じがいいですね。じゃあ続いて見ていきますか。うん。暖かいについて。暖かい。暖かい。ぬぐぐ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 。全然違いますね。暖かいがぬぐぐになるということで。ぬぐぐいいですよね。ぬぐぐしてねんだど。このワンフレーズが好きです。いいや、どうも。11月13日日曜日の全国の天気をお伝えすると、まずはアイコンから見ていくか。前線や低気圧の影響で九州から北海道まで広く雨のアイコンがついてんだ。特に日本海側を中心に雨や風が強くなりそうな感じ。いがっぺ、雨がっぱさ忘れずに持ってってね。今日や雷様にも気をつけろ。日中の気温はちょうどいい、いい塩梅だが、朝晩中心に気温が下がるから布団さ、首さまでかけてぬぐぐしてねんだろ。ごちゃって言ってねえで、アプリウェザーニュース使って天気確認すんだど。切り抜きチャンネルをご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ。はい、OK です。こうでしょ、 YouTube ってこうでしょ。これが YouTube のやつでしょ。ダサってやめてくださいよ。